だるまさんが転んだ、サバケルです。今回紹介するのはだるま、メバチマグロの若魚。このメバチマグロは目が蜂のように大きい様子からメバチと呼ばれ、マグロの中では最も体高が高く、若魚の時はずんぐりしているので別名だるまとも呼ばれています。ちなみにマグロの中で最も高級なのが、皆さんご存知のクロマグロこと本マグロ。赤身もトロも別格の旨味です。2番手が意外とあまり知られていない南インドマグロ。本マグロの旬が冬なら、インドマグロは夏が旬。寿司屋さんで夏の高級マグロとして重宝されています。そして3番手に今回のメバチマグロ。本マグロほど大きく成長しませんが、寿命は15年ほどで、体長2メートル150キロの重さにまでなります。漁獲量は本マグロの約7倍ほどで、関東では最も消費されるマグロとして比較的安く流通量も多いです。ちなみに関西では4番手のキハダマグロが人気で、もっちりした食感とあっさりした味わいが魅力。5番手が回転寿司のビントロとして最近人気のあるビンチョウマグロ。赤身魚の部類ですが、そんなに赤くなく、値段も安いのでツナ缶の原料にもなります。今回はメバチマグロの若魚だるまを100均包丁を使ってきれいにお刺身用にまでさばいていきました。では早速スタート。小型のメバチマグロだるまを殺していきます。まず頭を取るんですけども、その前にまずヒレを落として、ヒレ普通は落とさなくていいんですけど、釜を煮付けにしようと思うので、ヒレを落として釜を取ろうと思います。ヒレの落としたヒレを持ってもらって、根元から今日もさばけろ100均包丁でマグロを下ろします。でまず頭を落とすんですけども、ちょっとかなり血が出てくると思いますけど、エラのとこから包丁を釜に向かってそのまま落とします。外せたら、下顎が外せたらお腹に包丁を入れます。そしてそのまま頭だけを先に落とします。普通は釜の下から、ヒレの下から斜めに落とすんですけども、釜を煮付けにしたいので後から落とします。まず頭だけ斜めになるべく向かって、ここの方まで身があるので、ここまでちょっと煮付けにしたいのでします。で次反対向けて V 字に向かって切ります。そして頭だけ取ります。そしてこんな感じで V に切ります。そして後で目もくり抜いて目ん玉も煮付けようと思いますので、ちょっとシンクに置いときます。そしてお腹を出します。シンクでまあ、簡単に気合は取れますので、そしてここにどこやったこれ、胃袋ありますので、ちょっと包丁入りましたけど、胃袋がありますので、ちょっとイワシのお腹が臭そうですけども流しておきます。ちょっと家でするのは大変なかもしれないですけど、でこの胃袋も細いで綺麗に洗ったら湯がいて、コリコリ食感の酒のあてになると思います。そしたら今から三枚おろしの刺身用にしていきますけども、ここに硬い皮があるんですけども、これをまず取ってしまいます。ちょっとヒレの背びれの下から包丁をガッて入れて、ちょっと削るような感じでヒレを取っていったら硬い皮が一緒に取れます。そしたら今度はこちらに包丁が入りますので、さばける流の一応下身を潰しにくいおろし方でいきます。まず背の方から包丁を入れます。普通は腹側から入れるんですけども、こちらの方がおろしやすいので、あと100均包丁は刃渡りがないので、まず骨、背骨のところまで包丁が入ったら、ここをちょっと先に
外しておいてあげてください。そしたらこっち側から腹から包丁を入れたときに、刃渡りのない100均包丁でもおろしやすくなります。じゃあこんな感じで、まず上の身がおろせました。綺麗な身でした。よかったです。たまにくすんだ色のだるまもありますんで、どうしても鮮度によります。で次、下身の方を下ろします。まずお腹に包丁を入れます。背骨のとこまで包丁が入ったら、繰り返して背の方にギコギコして、あとは引いていきます。もう一度しますして突き刺して、そしたらこの刃元の方に背が来るので、すごい今の手順でやると下ろしやすいです。で身もきれいに合わせてます。でこれちょっと中落ちがついてますので、これはスプーンでこそぎ取ろうと思います。そしたら中落ち、骨がこうこっちに向かって入ってますので、こう骨に向かってなぞるようにしたら取りやすいです。まあ結構中落ち、中落ちは全く筋がないので舌触りがすごくいいです。まあちょっとだけですけど、まあこれは使います。そしたら刺身用に皮も引いていこうと思います。まず尻尾をちょっと落として、でこの釜のところですね、まず落とします。でも斜めにこれをちょっと煮つけようと思います。こっから食べれると思うんですけど、ちょっと筋っぽいところがやっぱ多いんですよ。それでちょっと煮つけようと思います。そして身の方はまず腹骨をつきます。これ100均の刺身用包丁、こういうのありますので、なかなか100均で売ってないですけども、見かけたら買っといてもいいかもしれないです。すごい使いやすいので、同じギャラクシーシリーズです。そして今度は腹骨がつけたら、皮を引くんですけども、メバチマグロのこういうマグロの若い魚の場合は皮を横に引くやり方になりますので、まず血合骨のところの横をしてしまわずに、こう皮一枚残すような感じで、まあまあ普通に入れたら皮一枚適当に残りますので、そして今度は横にスライドさせていきます。背の方を左手で押さえて、でだんだん手前に引いてきて、こんな感じでね、ちょっと何回か包丁入れるんでこうめくれてしまうところはありますけど、まあ綺麗に引けたと思います。そしてこの血合いは気になるようでしたら取ってもらってもいいと思いますけども、まあつけててもこのぐらいのサイズのマグロやったらそんな僕が食べた感じは気にならないので、ついててもいいとは思います。腹はとりあえずつけて、今回は背の方は取っていこうと思います。背の方も同じように切り込みだけ入れてあげて、で皮が残ってますん で、こう同じように横からスライドさせます。でこの状態にこれは使います。で皮引けて、ちょっとここの辺が筋っぽいので、僕は、ま、この筋っぽいとこ好きじゃないのでちょっと取っときます。そしてこの血合いがあるんですけども、外すような感じでちょっと撫でるような感じで、ここのなるべく綺麗な身を削らんように、血合いだけを削るように、意外となんかこう剥がれるように取れますので、こんな感じでなぞればそんなに難しくはありません。簡単に取れます。まあ、これぐらいでいいと思います。ちょっと尻尾の方はどうしても残ってしまう。ここ削ろうと思うと身も結構削っちゃうんで、これぐらいはちょっと残しておこうと思います。これで刺身用の完成です。
目玉取れそう。若いマグロ特有のきめの細かさで舌触りがすごくいいです。ものすごく美味しいです。次、血合い付き。全然血の匂いはしないですね。血合い付いててもほとんどわからないぐらいというか全く気にならないです、まあ、ついててもいいと思います。鉄分補給にもいいと思います。美味しいです。釜の一番肉がついてるところ、ここはお刺身も食べれるところなんですけども、ちょっと筋が噛んでて、うん、しっかり火取ってます。うん、でね、マグロですけどパサパサしなくて美味しいです。この釜の下のところとかは本当に油がいっぱい乗ってて絶対美味しいと思います。ちょっと食べて。こっちはもうとろっとしてより美味しいです。で、次目玉、ちょっと目玉のリングが、メバチマグロの目玉、ちょっと目が、目の玉は食べれない。で、眼球の周りですね、これ。うん、目が一番美味しいですね。ご飯にめっちゃ合いそうです。とろっとしてますし、旨味も あって、食感が気持ち悪いかなと思ったけど、そこまでそんなことないですね。この多分ゼラチンのところはちょっと気持ち悪いかもしれないですけど、ちょっとこれも食べてみます。味は前になくなっちゃいました。初めてです。実は硬そうやな。ん？確かにコリコリはしてますけど、うまみもありますね。ちゃんと美味しいです。ただ結構噛まなダメなんで、歯に自信のない僕にはちょっとしんどいですね。まあでも美味しいんで、お酒のあてにはいいと思います。ちびちび食べていこうと思います。じゃーん、じゃーん、じゃーん、ちょっと持った、持って入れ、胴体でくっかり引くんだ。重い？冷たい。全然重くない。重くない。冷たい。ちょっと開けるわ。冷たい。入っていい。